おはようございます。いや実は髪切ったんですけど、もう全然注文と違うカットが来て、もう絶対海外で髪切りたくないなと思いました。はい、ということで今日も一日頑張ります。で、なんと、自分たち首位陥落の可能性が出てきました。はい、一つその3位か2位のチームがめちゃくちゃ強いらしいんですけども、そのチームとは来週試合するんですけど、そのチームが2試合未勝敗なんですよ。なんで自分たちが今首位にいるんで、今日そのチームを見に行きます。そのチームが勝つと、順位入れ替わっちゃうんで、とりあえず負けを願って、はい、今から見に行きます。ビトさん、はい、おロコ、はい、さあ会場に到着したんで試合を見たいと思います。ということで試合見てるんですが、この青が負けてくれなきゃダメだそうです。青、ただいま 0-0 でございます。青負けてくれ。めっちゃ面白い花火突入やーべ、青のチームが点決めました。首位陥落の可能性がこっちは発狂してる。さあ、PK でございます。これうお、外した外した、ファイテン、あブラジルのファッキュー。はい、とりあえず帰ってきました。帰宅でね、さっきの青のチームが 3-0 で勝ったんで、自分たち、はい、2位になりました。それでね、とりあえず明日の試合は絶対に負けられないんで、明日の試合頑張りたいと思います。ちょっとだけ英語やります。 TOEIC もね、ちょっと今年また高得点取りたいんで頑張りたいと思います。いや疲れた、寝ます、寝ます。おはようございます。はい、ということで今日試合なんで頑張ります。で、昨日説明した通りで、その首位が入れ替わってしまったんで、まあ、その首位と直接対決が最終節に残ってるんですけども、まあ、それまでの2試合、はい、しっかり全部勝てば直接対決勝った時にひっくり返せるんで、まあ、この今日大切にして頑張りたいと思います。今日もご飯が届きました。まずこちら、おっとパスタと、こっちわかんない、野菜とチキンでございます。いや今日もね、これ食って頑張ります。ということで、このチキンいただきます。買った買ってんけど、うめ。はい、ごちそうさまでした。ということで、出発します。スーパーにやってきました。イン、軽く試合前の軽食を買おうと思います。何がいいかな、意外とナッツとかも試合前いいんだよな、空腹満たせるし、うん。グラウンドに到着したんですが、にめいるぞ。はい、ということでね、今日前回アウェーだったんですけども、今回もちょっと連続でアウェーということなんで、やべ、勝ちたい、勝ちに行きたいと思います。おー、マエストロ。おー、ボーマエストロ。さあ、今日もアウェーの地に向かいます。到着しました。今日のアウェーでございます。今日のロッカーでございます。オペロ、じゃあ今日の試合頑張ります。
今日まさかのスタメン3人がコロナでおりません。帰りまーす。チャオ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 。気分転換にカフェに来ました。おーっと、友達が夜飯食ってるかい。はい、どうぶろどうぶれて。しんみりコーヒーを飲みます。帰宅。いやー、今日の引き分けはもうめちゃくちゃ悔しいです。もうチームもみんなガタッと泣いてて、で判明したことが、まあ、自分たちが3分けで、それ以外が全勝で、で今首位にいるチームが、2分けの全勝で、勝ち点差が2あるんですよ。最終節そのチームと試合があって、勝てば優勝なんですけど、負けか引き分けだとダメということで、まあ、とりあえずね、そこよりも次の相手もちょっと強いみたいなんで、まあ、本当そこを勝てなかったらもう優勝争いができなくなってしまうんで、まあ、とりあえずね、もう最終節の優勝争いどうというのも、本当次の試合頑張りたいと思います。はい、ということで今回の YouTube 終わります。チャンネル登録といいねぜひよろしくお願いします。ちょっと落ち込んでるんでね、コメントもぜひ元気出るのをお待ちしてます。ありがとうございました。